おはようございます。台湾4日目です。今日は1日フリーなので、まあお土産買いつつ帰国の準備をします。もう11時です。もうちょっと疲れすぎた。まああんまり遠くに行かずこの辺をうろうろしてご飯食べて帰る準備します。ちょっとお土産を探して歩きます。そう、ここの胡椒餅屋さんちょっと気になって、あ、まだ準備中だ。焼けてない、残念。とりあえず駅のお土産屋さんでパイナップルケーキとかお土産一式買いました。今からカラスミのお店かな、ちょっと行ってみようと思います。カラスミ屋さん意外とホテルの近くでした。もうご飯を探して食べる気力ないんで、もうそこのマックでご飯を買います。そしてね、雨降ってきちゃった。これカラスミ後で買いに行こうかな。雨、今日雨予報なんですよ。こっち今傘持ってないから。あ、結構降ってるわ。とりあえず先にマックを買います。これが多分台湾での最後の食事になると思う。雨が降ってんな。ずっと一旦ホテル戻ります。結局ホテルに着くまで雨が止まなかったので一旦戻ってきました。ご飯食べて休憩して、で外の様子ちょこちょこ見ながら、雨が晴れたタイミングでカラスミを買いに行こうかなと思います。午後5時過ぎです。一眠りしてちょっと頭すっきりさせて起きてきました。まだねちょっと雨降ってます。でも先ほどじゃないから、しかも雨のおかげでちょっと涼しくなって歩きやすいです。今から追加で頼まれたお土産とカラスミをちょっと探しに買い物に行きます。今お菓子とかを追加で買いに来たセブンイレブンで台湾ビールの賞味期限18日のビール見つけました。これ普通に売ってるんだね。お店でしか飲めないのかと思ってた。帰る前にちょっとこれで晩酌をしてから参ります。あ、見えてきた、これか。おお、ここだ。ちょっと探してきます。これ私たちは、はい、胡椒です。胡椒です。ここで作ってる。ああ、店内の奥の冷蔵庫の中にカラスミ置いてありました。おじちゃんすごい日本語上手で、もう売り文句もすごい1個買わせてもらいました。ありがとうございます。お土産にします。あ、ありがとう。よし、どうも、ありがとうございます。みんな日本語上手っ子。お店の名前、
こういうお店です。ここすごく有名みたいです。よし、ちょっと暑くなってきたからもう買い物は終わって帰りましょう。すっかり存在を忘れて探してなかったけど、あ、これ飲んでみたかったんだよね。ちょっと飲んでみましょう。いただきます。あ、美味しい。あ、もっと早く気づけばよかった。明日の朝早い便で日本に戻るので、もう今日最終日だからお酒は飲まないとこうと思ったんだけど、いや、これ見つけちゃったら飲むね。今度来た時はもう覚えてて、もう初日ぐらいには買いに行かないと。普通にコンビニに売ってました。18日限定だから、これ日本では輸入とかして売ってないのかな。普通のビールだったらあるみたいなんですけど、これはちょっともしかしたらないかもしれないです。日本では売ってるかもしれないけど、もし台湾に来ることがあればこれおすすめです。ビール好きの人はすごい美味しい。今日の日程は全て終わったので、あとは午前2時過ぎぐらいにはここをチェックアウトして空港に向かいます。寝坊しないようにお酒は早めに飲んで早めに寝ます。さすがにビールだけ飲むとお腹がちょっと調子悪くなるので、おにぎりをいくつか買ってきました。今日はもうお昼というか朝に食べたマックだけで終わりかなと思ってたけど、今日はこれで晩酌をして空港に向かいます。それじゃあ4日目終了です。おやすみなさい。おはようございます。台湾5日目最終日です。午前2時頃にチェックアウトということだったんですけど、一応2時前に起きて準備して今2時13分、寝坊せずに片付けをすることができました。じゃあ今からチェックアウトをして Uber を呼んで、桃園国際空港まで行きます。チェックアウト、プリーズ。1201。Your receipt. That's okay. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. よし、チェックアウト終わりました。じゃあ、Uber を今から呼びます。もうここで呼んじゃいましょう。タイガーエアは桃園空港の第1ターミナルなんで、これ。3時前には到着予定ですね。じゃあこれで、で乗車場所はここで間違いないからここで OK。
よし、じゃあ行きましょう。あと3分ぐらいで迎えに来てくれるみたいです。本当ウーバーは便利だな。ウーバーの車両が今どの辺走ってるかも分からない。予定ではこっちからか。もうしばらく待ちましょう。予定より早く来ました。よいしょ。プレシート OK? OK。 よいしょ。あ、oh, thank you. よいしょ。Thank you. よし、よし、じゃあ乗りましょう。ウーバータクシー。普通のタクシーもね、ウーバーとしてやってくれるから。よいしょ。到着しました。お、偶然か分からんけどタイガーエアの目の前だ。まださすがにチェックインカウンター開いてないからどっかで暇つぶしをします。余裕を持って早めに来たけどちょっとさすがに早すぎたかもしれない。ちょっとあまりにも暇なので散歩してます。隅々までここで寝て寝坊して飛行機乗れなかったりとかしたらちょっとシャレなんないな。ちょっと眠くなってきたから寝ないように散歩してます。桃園空港って24時間運用の空港だからこの時間でも離発着便があるのか。3時40分着のバンコクから来る飛行機か。くまモンのなんかカード、これ台湾で発行してるのかな、銀行系のカードみたいな。へえ、熊もどこにでもいるわ、うん、Thank you。 さっきのお姉さん写真撮ってたら解いてくれた。まだカウンターは開いてないね、さすがに。あ、もうな、あ、ピクチャー並んでるかと思った。こっちは いるけどチェックインカウンターはまだ開いてないからもうちょっと待ちます。3時40分頃には各航空会社のスタッフがチェックインカウンター開ける準備してます。これスターラックスか、乗ってみたいな。スターラックス確か新しい航空会社ですね、台湾の。今度はこれで来てみよう。タイガーエアチェックイン始まったみたいなんでもう並んじゃいましょう。タイガーエアは機内持ち込み手荷物と手回り品は合計で10キロまでなんですね。これ機内持ち込みの手荷物だけが10キロで手回り品は関係ないと思ってた。勘違いしてた。危ない危ない。だから福岡で一緒に測ったのか。なるほど。
これ要注意です。僕だけは勘違いしてるかもしれないけど、チェックインカウンター空いてるけど一人しか空いてない。めちゃ遅い、早朝だからかな。カウンター一人だと結構時間かかるんで、並んでる人たちを見る限りほぼほぼみんな台湾のパスポートを持っていって、こんな早朝に帰らないよね普通の方に。ギリギリまで遊んで帰るのが普通か。逆にこっちの人たちは早めに日本について遊びたいか、そうか。日本のパスポート持ってる人全然見当たらない。ハロー。トゥーフー福岡。福岡。イエス。一人ですか？イエス、一人です。一気に6人も空いたカウンターが。日本への肉製品が禁止というのを書いてるのいいですね。ここで書いてたら間違えて持ち込む人は少なさそう。日本語ベラベラのお姉さんに当たってラッキーだった。今荷物を預けたので、ここのモニターで荷物が通過するのを確認してからボーディングの方に向かいます。じゃあ通過したのでボーディングへ向かいます。桃園空港のボーディングの入り口ってすげえ分かりにくい。俺最初来た時分かんなかった。こっちなんですよ。向こうにも似たようなところが一箇所あって、すごい狭いところが入り口なんですよね。今エスカレーターを上がってきてボーディングの方に来て、セキュリティを今から通ります。そして出国審査ですね。さすがに朝早いから人がそんなにいない。これ日中とかだったらめっちゃ混むんで、早めに来てください。そしてお店はまだそんなに開いてない。じゃあ出国審査を受けに行きます。無事出国しました。今気づいたけどこれ真ん中の席だね。うわ、まあ希望言わなかったからいいか。台湾だから2時間ちょっとだしね。そして今イミグレーション台湾って自動化ゲートになってて、パスポートを通して人は介さずにやるんですけど、機械の通し方が一瞬分かんなくて止まってたら、セキュリティのおじちゃんがここにパスポート置いてって言ってやってくれたんです。そしてすごいに丁寧な日本語で教えてくれたんですけど、最後にゲートが入って中で写真を撮らなきゃいけないんですけど、そこに入ってそこで待ってくださいっていうのを、中に入ってそこで待ってってめっちゃ命令口調で言われてちょっと笑いそうになった。よし、そしたらもういい、あと飛行機に乗るだけです。搭乗までまだ時間があるので、この
プラザプレミアムラウンジにちょっと行ってみます。ラウンジに行こうと思ったけど搭乗ゲートが少し遠いってことだったから、一回場所を事前に確認しておきましょう。ここ B5 でしょ。搭乗ゲート B1R だから、あ、遠いねこれは。多分ここですね。めちゃ遠、端の端って感じ。ラウンジから歩いて10分かからないぐらいですね。じゃあラウンジに行きましょう。今事前にゲート確認をして今からラウンジに向かうんですけど、ゲート確認が終わってこっちに戻ってきたら女の子2人が顔真っ青にして走ってきて、日本人ですかって聞かれて、はいって言ったら、あの B1R ってどこですかって言われて、これ俺が行くゲートと一緒だわ。あの確かに B1R ってなんか場所はすっごい分かりづらくて、でなんか電光掲示板に表示されてないとか言ってもめっちゃパニックになってました。多分ね、時間が早すぎてね、ちゃんと表示されてなかったみたいなんですよ。外の電光掲示板には表示されてて、中の搭乗ゲートの方の電光掲示板にはまだ表示されていないって感じだったんで、とにかく時間になれば表示されますよとは言ったけど、いや無事東京に帰れることを祈ります。彼女たちが本当東京空港なんか作りが分かりにくいところがあるから不安になるよね。俺もそうだった、最初分かんなかった、初めて来た時。まあ、それも旅のいい思い出にはなるのかな。トラブルを一つ一つ解決していくことって。ラウンジに行きましょう。あれ、さすがに早すぎるか、開いてないわ。向こうに24時間空いてるのか、あるのか。あ、ここだ。そして今から入っていきます。今ラウンジに入ってご飯取ってきました。まあさすがに朝早いから人はそんなにいないですね。あ、お腹すいた。いただきます。ちょっと混雑してきたのでサクッと食べてちょっと充電してラウンジに向かいます。今到着しました。福岡が、8番ゲート。あ、一番奥です。なんか
搭乗ゲート抜けるのに時間かかってるから事前にチェック入ってます。ここのゲートは間違いなく福岡行きなんですけど、ここのゲート抜けるのに時間かかりすぎて表示が次のホーチミンに変わってる。よくあるのかな、こういうの初めて見たの。福岡じゃなくてホーチミンに変わってる。大丈夫。やっと抜けられた。Thank you. やっと登場。行き止めだとゲート抜けてから飛行機に搭乗するまでが時間かかるんだよな。おい、何これ。あここで乗るバス間違えないでよ。7の E なので結構前方の方の真ん中です。やっぱりほぼほぼ満席ですね。
Thank you.着いた。今福岡空港の、出口を到着口に出てきました。この時間帯すごく発着便が多くて、荷物がなんか山のように流れてきて、で荷物受け取られなかった分は職員の人がどんどん取って床にどんどん積んでいってました。こういうのはちょっと見たの初めて。この時間帯に日本に帰ってきたことないから。そして、入国審査も、人がめちゃめちゃ多かったです。感覚的には小さめの体育館ぎゅうぎゅう詰めって感じ。多分2000人ぐらいいるんじゃないのかな。僕は日本人だったので日本人専用の自動化ゲートを使えるので、その横をスーッと行ったんで、ちょっとなんか申し訳ない気持ちになったんですけど。あとこの時間帯日本人で帰ってきてる人あんまりいなかったみたいで、日本人用のゲートは僕だけでしたね。まあこんな早くに帰ってくる人いないですよね。そしたら今から新幹線で熊本に戻ります。久々の台湾編終わり。4年ぶりの台湾旅行終わりです。お疲れ様でした。